はい、こんにちは始まりました「ホドグリッシュ」の岡崎でした今日も毎日リスニングやっていきましょう今日はホロライブジャスティスとして最近デビューしたセリリア・イマーグリーンさんの英語を取り上げますで一応ドイツ語とフランス語も話せてちょっとドイツ語なまりも感じるのかなっていう感じの英語でただまあ生りのある英語って実はこう聞き取りやすいことがあってで発音も結構明瞭なので割とこのホロライブイングリッシュの中では聞きやすい方になります ということでえっ、ー、と今日はその配信の中で雑談している場面があるんですけどその時に緊張のほぐし方みたいな話をしている場面を取り上げていますで聞いてみましょう So I have two techniques to get、um, less nervous One screaming, two laughing, like fake laughing You have to fake laugh? Yeah you can admit now Fake laugh until you real laugh Okay I'm gonna try that one So I have two te techniques to get um, less nervous. One, screaming. Two, laughing. Like fake laughing. You have to fake laugh. Yeah, you can admit now. Fake laugh until you real laugh. Okay, I'm gonna try that one. <笑>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  okay, it worked, it worked. はいという感じですねで一応聞き取っていただきたい部分は前の部分なので、えっと、そこをもう一度ヒントありで聞いてみましょうで黒塗りの部分に一単語入りますで短縮されている単語も一単語として扱っているので注意してくださいではいきます So I have two techniques to get、um, less nervous one screaming Two Laughing, like fake laughing. You have to fake laugh. Yeah, you can admit now. Fake laugh until you real laugh. Okay, I'm gonna try that one. So I have two techniques to get less nervous. One, screaming. Two, laughing, like fake laughing. You have to fake laugh. Yeah, you can admit now. Fake laugh until you real laugh. Okay, I'm gonna try that one. ではまず音声のポイントに触れながら穴目の答え合わせをしていきますで。意味は後からまとめて解説します。So, get, um, はい、どうですかね。で最初この「I の後ろが若干ちょっと難しくなってるかなと思います。ただこの「テクニックス」って結構はっきり聞こえたと思うんですよね。で have ってて聞こえてると思いますでその後ろトゥって聞こえてると思いますねでただここテクニクスとあるのでここ全知のトゥなのか数字のトゥなのか迷ったらここ数字の方ですよねでそうなるとここハフって聞こえてても7しなければならないのハーフトゥーじゃなくてハ v e がハ v フというふうに発音されているというふうに考えることになります でテクニクスでその後ろが to get less nervous と言ってましたね to get less nervous to get less nervous ですでここも割とあの発音はっきりしていて聞きやすかったんじゃないかなと思いますね so I have t o techniques to get、um, less nervous はいでちょっとこのテテクニクスのところでテって言い淀んでるのとあとあがどっかに入ってましたねはい トゥ o ゲットのところにあーって入ってましたがまあ、問題はないかなと思いますねで次行きましょう one screaming はい one screaming ですねで叫ぶことというふうに言っていますスクイミングそして2、ラフィングラフィンですねここも問題ないかなと思いますでそしてはいここちょっと難しいですよねでまず最初のところの、like <fake> で、って聞こえますか、ね、でこの fake laughing は大丈夫だったと思うんですけどその直前がちょっと難しかったかなと思いますもう一回いきましょう、like、fake はい、like って聞こえますがこれ like なんですよねで、例えばっていう感じで使う、まあ、見たいなっていうのに相当する、えー、と like ですねで、こう具体例導くときにこう使ったりします like fake laughing はいで、そして you have to fake laugh? Yeah, はいで you have to fake laugh と言ってますねでここは you have で前置のでいいですねで一応ここフェイクラフというのは聞こえると思うんですがこフェイクラフを動詞として使っていますね。そして今回ちょっと一番ここが早口なので難しいと思うんですが。 Yeah, はいどうですかねで you, can ?you can って聞こえますかねでここ you can ですね。で肯定の can の方になります。で動詞が難しいんですよね。Yeah, どうですかね ?admit みたいな感じで聞こえますよね。なのでこれ admit now ですね yeah, can、はいで。目的語があってもいいかなと思うんですけどここなんか全く発音されてないので。 It とかででもいいんですけどねただ、まあ、発音されてないかなと思います。アドミって一ってな w でも、まあ、もちろん大丈夫です。Yeah, you can admit now. 言ってないですよね。うんでですねでそして <Fake laugh. S 1> はいでフェイクラフと言って Until you real laugh. はいどうですかね。ここが一応一文になっていてフェイクラフですね。まず そして、はい、until はっきり聞こえましたかね。で、until you will laugh です。で、ここの you will laugh の部分も動詞として使われていますね。で、最後、okay, はい、ここ早いですよね。Okay, okay, はい、try that one は聞こえると思いますね。あと最初の愛っぽい音も聞こえるんじゃないかなと思いますね。 try that one と言っていてここあムなあムなみたいな感じの発音になってると思うんですけどここ g イム n a ですねでちゃんと発音すると g イム n a なんですけどこんな感じであムなアイなみたいな発音になるというのが g イム n a でしたねで前扱ったものだとアイ a になるものもあったのでまだましな方かなという感じですねはいあイなナアイマに近いですねはいという感じでした で一応フェイクラフをやった後 worked! はいここどうでしたかねここはちょっと聞き取りの対象にはしてなかったんですけど「It worked」って言ってますで、えー、と英語で書くと「It worked」ですね「It worked」でこの「く」の部分は聞こえないと思うんですけどこれあのうまくいったって意味で言っているのでこれよく使われるフレーズなのでそのフレーズで聞き取りたいですね は、okay. It worked. It worked. はい、いい、と言っています、はい、ではここから意味の解説に行きます。 でまず、so I have two techniques ですね。で、これ、えっと、二つテクニックを持っていると。で、何のためのテクニックかというのを、この to get less nervous の部分で説明している感じですね。で、えっと、nervous じゃよりなくなるためのっていうふうに言ってます。なので、緊張をほぐすためのテクニックを二つ持ってますよと。一つが叫ぶこと。で、二つ目が、えっと、ラフィング笑うことですね。 で、例えば fake laughing だ。で、えっ、ー、と、嘘の笑いをすることをですね。で、you have to fake laugh と言っています。で、この部分先ほども言いましたが、本来この fake laugh という動詞はないんですけど、えっ、ー、と、動詞として使っています。で、これあの、Twitter、えっ、ー、と、X とかを見てても、こう使われてる、ネイティブが使ってるのを見るので、えっ、ー、と、まあ割と使われてるのかなっていう印象ですね。で、そして、yes, you can admit now なんですけど、ここ、あの、今、 そうそう、認められるよねっていう感じで、まあ今にわかるよう的な感じで言っているというふうに思っていいですね。はい。で、fake laugh until you will laugh ですね。で、本当に笑うまで嘘の笑いをしてみてっていうふうな命令文になっています。でそして、OK, I'm gonna try that one。で、それをやってみるねっていうふうに言って、で、fake laugh を自分でやる感じになっていますね。はい、という感じでした。ではもう一度流すので、意味も考えつつ、 えー、自分でも発音してみましょう。では今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録あとは文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 So I have two te techniques to get um, less nervous One, screaming. two, laughing. like fake laughing. you have to fake laugh. Yeah, you can admit now Fake laugh until you real laugh. Okay, I'm gonna try that one. So I have two te techniques to get um, less nervous. one screaming, two laughing like fake laughing. you have to fake laugh, yeah, you can admit now. Fake laugh until you real laugh. okay, I'm gonna try that one. So I have two te techniques to get um, less nervous. one screaming, two laughing, like fake laughing, you have to fake laugh, yeah, you can admit now. Fake laugh. Until you real laugh, okay, I'm going to try that one. So I have two te techniques to get um, less nervous. One, screaming. two, laughing. Like fake laughing. you have to fake laugh. Yeah, you can admit now. Fake laugh until you real laugh. Okay, I'm going to try that one.